どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらレボック使って遊んでいこうと思います。はい、このキャラですね、26ターン変身の2ターンヘイストキャラで、スキルブースト3つ持ちのキャラです。変身後がバインド回復努力を得て10強4つ TG インの加護熟成ボイス持ちです。さらにスキルが2ターンで1ターン自分の攻撃力が2倍、上限60億6解除し光回避効7個ずつ生成持ってくれています。これがねメロンカクテルと一緒で、自分の攻撃2倍にね上限60億に生成あってすごい強いんですけども、さらにリーダースキルが指12秒固定、光2コンボでダメージを激減、攻撃35倍3コンボ加算、光の HP 1.2 倍です。これ正直僕ネテロよりこっちの方が強いんじゃないかなと思っていて、 HP1.2 倍激減に指12秒固定あって35倍3コンボ加算あるんですよね。しかも10強4つに高火力のね覚醒持ってて、スキルも生成が毎ターン2体ループすればね毎ターンってすごい強いんで、今日はレモンカクテルを使ってレベル15攻略していこうと思います。編成こんな感じです。編成難易度は変わらず低いです。リーダーマーベルからです。遅延6つ悪魔キラー潜在に、こちら正月アルテミス継承です。内容は動画後半で話します。こちら現在入手できる無課金キャラクター DD アークガーディアンです。 DD ダンジョンで取れます。 LG プラスアシスト無効回復潜在に、こちらボンド継承ですね。はい、で桜ミクです。お邪魔耐性プラス毒目覚め耐性遅延2つに、こちらサメの魔人継承です。はい、でマーベルです。悪魔キラー上限解放遅延2つに、こちら豊臣武器継承です。からのこちらレモックです。遅延6つにバルフレア武器継承で、ラスオフレンド、こちらレモックです。遅延6つに、こちらヨリイチ合ってるわ、継承って感じになっております。はい、編成難易度低いしレモックバカ強いんですね。なんで今日はレモックを使ってレベル15破壊していこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。ボンド使いましょう。でサメの魔人使います。はい、でマーベル進化してあげて秀吉打ちましょう。まず一旦1コンボ組みます。こんな感じで、まあ、光1コンボでもいいんで1コンボ組んであげて、そしたらレモック2枚進化していきましょう。変身していきましょう。でからの1コンボ組みます。はい、そしたらここからレモックループ開始です。殴っていきましょう。こんな感じでレモック使って殴っていきます。盤面11コンボ組んであげて倒していきましょう。リダフレで7コンボ加算なんで、光2コンボプラス回復めば勝手にこれで条件満たしてくれます。でマーベルは基本的にアシスト運用なんで使いません。もう主に、レモックだけですね。ループして殴っていきましょう。はい、突破です。2階層も突破。さあ続きまして3階層です。3階層はレモック使います。レモック使ってあげて、これで回復恩返し含みながら光3コンボ組んでいきましょう。12コンボです。リダフレで7コンボ加算とね固定1ダメージがありますので、しっかり破壊していきます。はい、レボックは無効感が強いな。 T 字が強いのか。でこの後まあ熟成も発動するんで、熟成も発動待ちですね。はい、 T 字か、面白いな。4階層で桜ミク使って指減、ん、じゃあ回復力減少、あれ、まあいいや、とりあえずこれでレモック打ちましょう。 T 字が強いって面白いな。 T 字なんて組んだことないぞ。はい、これで11コンボ組んでいきましょう。 T 字、え、強い、は、なにこれ、 T 字強っ。5階層じゃなんかさ、でもさ T 字使う編成ってさ、なんかみんなさ弱いみたいなイメージあるかもしれんけどさ、これ普通に T 字って覚醒強化入ったからバケモン強いぞこれ。これやばくね。もう一回いくよ、レモック、みんな注目。これある意味 T 字プラス回復プラス光3でいいからパズル楽なんだよな。なんかさ昔使った T 字キャラってさ、多色で T 字みたいな終わってるキャラ多かったじゃん。これはめちゃくちゃ楽だわ。でこれリーダーアルテミス使ってからのレモック使います。はい、ここももう T 字よ、こんなもんは。いや、ちょ、一生 T 字組んでいい？これマジで楽なんだけど。これ平積みするより T 字する方が俺楽だから T 字組むわ。 OK で、これでまず半分まで削ります。そうするとリダフレ若干もう一回していくんだけど、ここでもう一回フレンド使うじゃないですか。そしたらこれで返せるんですよ、若干エンハンス。レモックマジで偉い。うわ、 T 字組むのがむずいぞこれ。みんな、いや、それでもなお T 字なぜなら何回も言うよ、 T 字の方が楽だから。だってこれでレモック乾燥してくれるんだったら T 字組んでる方がマジで楽やん。ちょ、一回平積み混ぜてみるこれね、乱入もちょうど来たし。
レモック使いましょう。一回平積み混ぜるか、ちょっとどんなもんか。平積みも入れて火力は出るんだろうな。はい、こんな感じでひたすら光の平積み組んでいきます。16コンボです。言うて平積みもね、脳死度は高いからね。見て、平積みで55億よ。で、平積みで55億5億じゃん。ね、もう一回よ。平積みで55億5億なのね。そしたらこうなるくない？みんな。いや、平積みあんだけ頑張ってくんで55億5億だったら、別に T 字組んで60億60億の方が良くない？これ本当に強い。おい、ちょ、待て。マジでこの T 字が本当に強い。みんな頼む。 T 字は弱いっていう概念を一回捨ててこの動画見てほしい。これやばい、これ楽すぎる。いや、 T 字2個は意味ないよな。 T 字2個はマジで世界一意味ない。これ世界一無駄。 T 字1個でいいです。でもこれもしっかりとワンパン、すげえ。レモックマジで強いんだけど、何これ、T 字強すぎ。で、ここもレモック使いましょう。ただ光2コンボはミスないようにね。そう、言うて光2コンボはリーダースキルの発動条件なんで、 T 字組むことに必死で光2コンボミスないようにだけしながら、まあでも T 字でワンパン、はい、倒しましょう。さあ、続きまして10階層です。10階層もレモック使って殴っていきましょう。ちなみに桜ミクは結構自由に使って大丈夫です。今は使う必要ないかな。桜ミクはね、普通にね、いつ使ってもいいんですけど、まあ、タイミング見て使うって感じ で待って、そろそろアークガーディアン空打ちしとくか、これね。アークガーディアンのアシストたまるの嫌なんで空打ちしといて、3ターンシアンでもよかったな。アークガーディアンって3ターンで使えるんだね、強すぎん。あー、またダブル T 字してもうた。ダブル T 字はバップなんだよね、実は。ダブル T 字はもったいないっていう理由で次に温存した方がいい。12階層です。ここはマベマベ進化後使っちゃうで、早くない？もう12階層なん、これシンプル早くね。やって、レモック強っ。おい、ちょ、まずみんな、レモックマジで来ます、これ。ちょっと待ってくれ、これ。また評価難しいキャラ来たね、これ。ただ T 字の火力が本当にすごい。これ光の T 字サブ1枚欲しいな。でも正直結構なんか火力出せる枠で T 字火力のキャラが増えたら結構なおやばそうだけど。あー、もうこれは桜ミクよ。こんな、こういう時に桜ミクなんだよね。いらんかったわ、いらんかったわ別に。まあでもこれで T 字で殴っていきましょう。やっぱ本当に T 字強いんだけど、ずっとワンパン、しかもレベル15との相性が良すぎる。敵が結構どっち柔らかいからさ、 T 字組んどけば破壊していけるからなお相性がいい。コシュマルリベラル、何こいつ、こいつ知らないんだけど。まあでも T 字組めばいいか。桜ミク帰ってきて、今すぐ。でも T 字、盤面荒らされても T 字なんだよね結局。ちょ、本当に桜ミク帰ってきてくれ、終わった。桜ミクなんです1ターン前に使ったん、俺1ターン前に使ったんやけど。ノルザも T 字組んでいきます。いや、だが俺は止まらんよ、もう関係ねえ。ほらアルテミス、ほらレモック、いくぜ。気合気合気合。これでいけるだろう。よし、 OK、 T 字。いや、なぜなら結局パズルが所詮は T 字だけだから楽なんだよね。あ、てか熟成発動してない、 HP54 万になってるんだけど、何これ。 HP 格が上がってるんだけど。ちょっとお前ルーレット作れや。そう、さすがに難しいぞこれ。いや、よく考えたらこれでいいはず。なぜならこれで光2コンボプラス T 字入ってるし、10コンボだから回復も追いつくし、どうせレモックは T 字1個で完走だから、ナイス、強い。そしてすぐに桜ミク使おう、すぐに桜ミク。
桜ミック即打ちしてあげて、でここは T33 でワンパンしていきます。はい、桜ミック使います。はい、でレモフク使ってあげて、これで T33 組んで殴っていきましょう。12コンボ13コンボです。14、これでしっかりと T33 でワンパンし、ん？あ、2パンか、2パンしていきましょう。はい、まず一旦これで半分まで削り、よし、これで光の T33 組んであげて、もう一回殴って2パンしていきます。はい、ここは確実にね T33 の火力で2パンしていけるんで、発球を踏む心配もなくて安心。17階層です。ここはアルテミスをはマーベルマーベル使ってあげて殴っていきます。はい、まあ、レモック使ってあげてマーベルマーベル使いましょう。よいしょ。はい、これで光の T 含みながら殴っていきます。回復激減食らってますけど、まあそれでも結構回復力安定してますね。はい、まず一発殴りでからのレモック使ってあげて、マーベルマーベル使います。はい、で消せないは必ず、アークガーデンで返します。はい、これで T33 組んであげて殴っていきましょう。突破していきます。11コンボです。12、13、さあこれで突破していきます。 OK。 さあ続きましてボス階層です。ここは絶対桜ミク温存しながら殴っていきます。はい、こいつバカ硬そうだな。まあ、レモック使いながら P 消しと3消し組んで殴っていきます。はい、これで削っていきます。 T 消し含みながら14コンボ組んで殴っていきましょう。硬え、めちゃくちゃ硬え。一回切らずに挟むか、これ発狂入ったら怖いし。発狂対策で一回切らずに挟んであげて、まあ、下手に光落ち込んでこなければ大丈夫なんで。そしたらレモック使ってあげて T33 で倒していきましょう。まあ、多分 T3 でも倒せますし、まあ、T33 が強そうですね。これでレモックちゃんとカンストしつつ、マーベルの火力も出してあげて3パンしていきます。はい、確かなんならこいつ発狂なかった気がする。ごめん、確かこいつ発狂なかった気がするんで、多分 T 字で削りまくっていいわ。確か俺一回発狂ギリギリまで削ったんだけど発狂なかったんだよな。うん、で、続きましてボス階層です。ここは初手にアークガーディアン使いましょう。覚醒無効回復していきます。はい、でからレモック使ってあげて、で桜ミクも使います。はい、こっからルレループ開始です。またてか開始てか再開です。はい、まあ、ちなみにルレループがなくても別に光2コンボで一生耐久はできるんで負けることはないんですが、まあ一応ってことですね。はい、で硬いですそうなんですよ、ボスだけ硬いんだけど、まあこれはひたすら削ってください。仕方ないことだ、仕方ないと割り切ってひたすら削りましょう。はい、こいつだけ硬いんで。これ T 軸マンゴーよかった、あミスった、T 字組んじゃダメだった。マーベルマーベル空打ちしとこう。でも一生 T 字よ、こっからも。所詮硬いっつっても光の T と光の3組んでれば勝手に全関数で殴っていけるんで楽ですね、とにかく。うん、こんな感じでもうひたすら T 字で削っていけます。はい、所詮組んでるパズルって光の T と3消しだけなんで、やっぱストレスも少ないですね、楽だから。
あー、これは世界一無駄です。 T 字2セット消しけど、これで半分いくんじゃない。世界一無駄な T 字2セット消ししてあげて、もう一発か。 OK、 じゃあもう一発殴っていきましょう。はい、で覚醒向こうは何回もいますが、アークガーディアンを使います。はい、でここも別に桜ミック使えばいいだけなんで何も怖くない。なんならもう盤面でいいわ。こいつが爆弾生成してくるが、もし桜ミックなくてもこういう風に対処できますし、桜ミックあっても余裕で対処できるんで安心です。はい、でも半分やろこれで。 OK、 半分まで削っていきましょう。で半分時はしっかりと耐久してあげてレモック使います。はい、で桜ミク使っといてあげて、で組むパズルはめっちゃ簡単です。まず L 字と、いや L 字2セット組みます。はい、頑張れば T 組めそうだけどな。これちょっともう事故ったら怖いからやめときます。はいはい、こんな感じで怪奇音消しプラス光エル2セット組んであげて11コンボです。ここで下手に発狂入ったらめっちゃなえるじゃん、だからやめておきましょう。はい、でダメージ吸収はマーベルマーベル使ってあげて、でモック使います。はい、でこれで光の T33 組んであげて殴っていきます。12コンボ13コンボです。14、これで殴っていきましょう。強すぎる、ちょっとごめん、強すぎて笑っちゃった。これこのなんだろうね、特にこういうレベル15みたいな敵の HP がそんなに高くないダンジョンだと道中マジ無双だもんな。さすがにボス階層は単純になんていうの、相性が悪くて、単純にデスパリオンと光半減持ってるんでもちろん相性悪いんですけど、まあ、それでもなおこんな感じで削っていけるんで、まあ強いですね。はい、でここ、まあ、マーベルでも使ってちゃんと倒していきましょうか。はい、いきます。ここはちゃんと全力組みましょう。発狂入ったら怖いんで、発狂あるのか知らんけど、まあこれで光の T 字含む全力コンボ組んで突破していきます。まあ、っていう感じの編成でした。マジでレモック自体が性能めっちゃ高くて、こんな感じで超簡単にレベル15も破壊していけてすごい強いんで、ぜひよかったら使ってみてください。まあ、ということで今回はレモック使って遊ぶ動画でした。ボス階層光半減でこんだけね、かかるんですけど、それでもタイムが道中早すぎるせいで15分とかでクリアできます。はい、レモックってこの T 字をうまく使いこなせる初のキャラですごい強いんで、ぜひよかったら使ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。